道南の江差町でニシンの大群が産卵のために海岸に押し寄せ、海が白く濁って見える群来が3年ぶりに確認されました。普段は真っ青で透明な海が一面乳白色に濁っています。これは産卵期のニシンが大群で海岸に押し寄せ、オスの精子などで海の色が白く濁って見える群来という現象です。伊佐市長によりますと、群来が確認されたのは2020年以来3年ぶりだということです。すごいですね、うん、初めて見ました。嬉しいですね。昔に栄えた時代にもタイムスリップしたような感じで。昨日は尻部市の余市町などの海岸でも群来が確認されていて、今後ニシンの豊漁が期待されています。